皆さんこんにちは、せーのの歌きよみです。お元気ですか？今回は春の味覚セットについて、ビデオで近況をご報告いたします。この時期ですね、春の味覚セットを皆様の中にはそろそろ美味しいワイン飲みたいんですとかね、この前の秋に買ったオリーブオイルがもう底をついてきてしまってます。でいつ春の味覚セットがあるのかなって待っていただいている方もいらっしゃることと思います。ありがとうございます。この前ですね、ワインの試飲会に参加してきまして、これは絶対リストに載せたいなっていうワイン決めてまいりました。で今ワイナリーさんと連絡を取ってるんですけれども、中にはやはりですね、6月以降にボトリング始めるので、あなたの注文に対してすぐに発送することできませんよっていうところもあるんですよ。でそういった条件を今まとめておりまして、で昨日までイタリアの連休でお休みだったので、今日またワイナリーとね確認しながら、本当にこの商品がいつ届くのかということで、私の中で本当の確定の確定に近づいたところで、皆様にワインリストをお届けしたいなって思っているところです。ですので、春の味覚セットのお知らせ、あといつものようにワインリストですね、今月4月今度の土日にはお送りしたいなって思ってるんですよ。もう少々お待ちください。それで、今回ね、本当は内緒にしておきたいんですけれども、どんなものが入るんだろうっていうのをね、ちょっとだけ、フリウリベネツィアジュリア州っていうのがあります。これはイタリアの一番北の東の部分ですね。オーストリアと国境をですね境にしている、あとスロベニアと国境を境にしているところなんですよね。でそこで美味しいワイン見つけました。で、ね、ビニータリーっていう大きなワイナリーに、よくインターナショナル規模のワイナリーが出店するようなビニータリーに行ったんですが、やっぱり生産しているワインはどこも何万本とか何百万規模のところが多い中でですね、私はそのフリウリベネツィアジュリア州の何て言うんでしょう、コンソルツィオ、ワイン協会に行ったんですね。そしたら自分たちの州のワインを紹介する協会の人たちがこうワインを説明してくれてたんですけども、その中でですね、とびきり素敵な女性に出会いました。エレナさんという方です。で彼女と話していて、彼女は本当にワインが好きで、自分のお州に誇りを持ってて、作りさんともコンタクトが密にあるんですね。ですので彼女の勧めてくれるワイン、これ飲んでみなさい、これ飲んでみてっていうものをですね試飲して、それで選んだんですよ。で彼女が勧めてくれるいくつかのワインがあって、その中でこれがいいっていうふうに選んだんです。で彼女は作り手さんとも会ってるので、この作り手のなんとかっていう人はこういう人だなとかってね、人物まで分かってる方だから、私トスカーナに行ってなかなか北のね北東のフリウリベネツィアジュリア州のこと分かんない私でさえも、こんなに分かってる方からのおすすめで選べたんだなっていうことを幸運に思いました。で、それがこの2本、白と赤なんですが、家族経営の、ね、小さい農夫の方が手掛けてくださってて、5000本とか6000本規模でしか作ってないんです。ワイン名とかまだ言いませんよ、出汁を示しちゃう。でね、昨日このワイナリーのその時に飲んだワインが美味しかったので注文かけたわけなんですよね。でもその協会はそれぞれの作り手さんから2本までしか取り寄せちゃいけないということで、私はこの2本しか試飲できなかったんです。それで早速届いたんですが、ワイナリーの方がこれも飲んでみてくださいということで、違う白ワインを送っていただいたんですよ、ピノビアンコ。で私これね、昨日ね夜1本1人で開けちゃったんですね。多分人生の中でワイン1人で1本開けちゃうなんて初めてです。でね、これ1本開けて次の日の朝こうやってビデオで話してるんです。それでね、もう顔むくんでる状態とかいろいろね考えたんだけど、もういいやと思ってビデオやってるんですけど、この美容無農薬の白ワイン1本開けてもね頭痛くならないんですよ。
朝爽快なんですね。気持ち悪くもないし、それでも胸焼けもしないから、いつも通り朝ごはんキウイ食べたし、フルーツ野菜サラダの大盛り食べたしね、もう普通に爽快で、無農薬っていうのは飲んだ後もこんなもん、こういう感覚のことも含めて無農薬っていいなって改めて実感したところです。で、あとですね、注文かけてまだ届かないんですけど、これがね、そのワインだと仮定したとして、今注文かけた、待ってるワイン、これはベネト州のビジェンツァっていうところにあるメルロね、これも飲んでみて非常に美味しかったです。で、これは小さい作り手さんが集まる深海で飲んだんですけど、美味しい、で、これはいい、注文しようって決めました。その後で、実はこのワイナリーっていうのは障害を抱えた方が手掛けてくれてる、ブドウ畑でも働いて、なおかつラベルも一枚一枚彼らが手書きでね、手掛けてくれてるんだっていうことを知った時に、感激が倍増してしまったわけです。で、その愛情がこもったメルローを今回春の味覚セットに入れるんですよ。でね、そこの担当の、ね、人がね、清美遊びに来て、いつ来てくれんの、いつ来てくれんの、うん、6月になったら遊びに行きたいから行きますっていうふうに約束してるんですね。で、そしたらね、その障害を抱えたスペシャルな子どもの方たちと一緒にね、食事できるのかななんて楽しみにしてるところなんですが、で、このワインを今待ってるところです。あとね、375ml のね、この北のワインも入れますでしょ。これは一人飲みようとか二人でちょうどいいですね。あとオリーブオイルもね、いつものオリーブオイル、ジュリ農園とか入ります。それ以外にね、もうこれはもうなんて美味しいのって思ってしまった、白トリュフと、あとそのパルミジャーノチーズの入ったね、このクリームソース、これをパンにつけて食べたり、ご飯にちょっとリゾットみたいにしてちょっと乗せたり、パスタにつけたりとかね、それとあとポルチーニ米と白トリュフが入ったソースでしょ。あとね、これがね、ピスタチオなんですけども、ピスタチオもこれトリュフ味が鼻からふんって抜けるんですよ。このままでも美味しい。で、これビールのおつまみに最高です。ワインを売っておきながらビールのおつまみっていうのも何なんですけども、こういうのがあるとすごく楽しいんですよ。で、これね、トリュフ味なので、砕いてね、この砕いてサラダの上にかけたり、ちょっとパスタの上にかけてみたらどうかななんてアイデアもあったりします。これピスタチオもしくはアーモンドタイプが2種類あるのでね、どっちかが入ることになるんです。あとね、白バルサミコ酢、これ好評ですね。これからの季節、やっぱり新鮮なね、生野菜をもりもり食べていただきたいし、あとお肉とかね、お魚もすっきり爽やかな味でね、美味しく食べていただきたいので、白バルサミコ酢、これ今まで入れてたものと内容は同じなんですけども、ちょっとボトルを変えてみました。こういうボトルにした方がね、梱包しやすいので、私としてはということで、まだね、これがいきますとは言い切れませんね。こういう案で進めてます。で、それ以外にワインリストがあるわけなんです。で、あえてですね、これで黒猫山本さんで10キロでお送りするんですけども、でもオリーブオイルもちょっと入れたいなとかね、これを、ね、バルサミコ酢除いて他のワイン1本入れてくださいとかね、そういう臨機応変に自由自在に組めるように、これに何かを加えても10キロの送料でお届けできるように少し余裕を持たせてあります、ね、ということで、今日はお知らせはここまで、はい、また皆様に正式にお届けできるように、今から仕事をします。ということで、春の味覚セットを楽しみにお待ちください。で、お知らせが遅れていて大変申し訳ございません。もう少々お待ちいただけますでしょうか。では、良い一日をお過ごしください。チャオチャオ。